デイジーのモデルと言われるデイジー・グレビル、デイジー・ベルは1892年にイギリスのシンガーソングライターのハリー・ダクレが作詞、作曲したポピュラーソングのスタンダードな一曲である。二人乗りの自転車、バイシクル・ビルト・フォーツーの副題があるほか、歌詞の一部からデイジー・デイジーの名でも知られる。デイジーとはすべて消耗字ならひなぎくのことであるが、歌詞中では 後藤が大文字なので人名である。エドワード7世の目かけの一人、ウォリック伯爵夫人デイジー・グレビルがモデルとも言われる。この曲は世界で初めてコンピュータが歌った歌として知られる。1961年に IBM704 による音声構成によって歌われた。これが1968年の映画2001年宇宙の旅の終盤の展開の元ネタとなっている。 ダクレは1922年に死去しているため、メキシコなどごく一部の国を除き著作権は消滅し、パブリックドメインである。この曲は、1892年に、ハリー・ダクレによって作られた。ダビッド・ユエンが、アメリカンポピュラーソングスの中で次のように書いている。イギリスのポピュラーソングの作曲家であるダクレが、初めて渡米した時、彼は自転車を持参したが、これには、 関税がかけられた。彼の友人のウィリアム・ジェロームは、それに対して、二人乗りの自転車を持って来なくてよかったな。関税が二倍になるところだったと言った。ダクレは、二人乗りの自転車というフレーズを気に入り、すぐさま、このフレーズを使ってこの曲を作った。この曲、デイジー・イベルは、ロンドンのミュージック・ホールで、ケイティ・ローレンスの歌唱により初めて成功を収めた。アメリカでの初演は、 トニー・パストールによる。1892年初頭に、バワリーのアトランティック・ガーデンで、ジェニー・リンゼーがこの歌を歌って、大喝采を受けたことで、アメリカでも人気となった。レコードでの初出は、1893年の、ダンダ・ブルー・クインの録音によるものである。IBM704 メディアを再生するデイジー、ベルプログラムド・イン、スタンダード・シェルデイジー・ベルは、 世界で初めてコンピュータが歌った歌として知られる。1961年、ベール研究所の IBM-704 が歌った。音声合成の主プログラムは、ジョン・ケリーとキャロル・ロック・ボームが、伴奏は、マックス・マシューズがプログラミングした。それを録音したものは、アメリカ国立録音簿に登録されている。SF 作家のアーサー・シー・クラークは、1962年に、 ベル研究所を訪れた際に IBM-704 による歌唱のデモを見学している。1968年の SF 映画小説2001年宇宙の旅では分解され機能を喪失しつつあるコンピュータ 1AL9000 がデイジーベルの一部を歌うシーンがあり、その際に IBM-704 について研究している。映画での実際の歌声は HAL9000 役の声優ダグラス・レインによるものである。その他にもコンピュータによる歌唱にこの曲が使われる例が多くある。歌詞にはいくつかのバージョンがあるようだが、以下は NIH のページによる。ありがとうございます。